こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、菊長寿です。9月9日の朝陽の節句は、菊の節句とも言われ、この日、宮中では、菊実の宴が催された。不老不死の長寿者、菊慈童の故事に倣い、酒杯に菊の花を浮かべて菊酒を飲む。民間では、酒湯の実を紙に飾って山に登り、家族、友人らと共に菊酒を飲んだ。皆菊の特性にこと寄せて邪気を払い、不老長寿を願ったのであります。それでは今から菊長寿を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。